錬金スタイルって言ったらやっぱ錬金術が浮かんでくるじゃん。だからさ、マリサ、モンハンで、コモンクルス作ろうよ。錬金術で錬成し直してもらったら、存在ごと。存在ごと？まあ聞いてよ、ハガレンには8つの罪があるじゃん。7つですけど、フンヌのラース、嫉妬のエンディ、色欲のラスト、以下4名、そして、失敗の3落ち、最後の罪証もな。まあんで今回はその中の、強欲、のグリードを再現したいと思って、グリードの特徴は炭素効果と超再生。これをハンターで再現できれば、ホムンクルスを、いや、破綻クルスを錬成したと言えるのではなかろう。見るな、そんな目で俺を見るな。なるほどね、でも炭素効果はまだしも、超速再生はどう再現するんだ？ふっくん、その鍵がこの錬金スタイルだよ。錬金スタイルは SP 状態の強化によって自動回復が可能、かつ錬金タルのアイテム、錬金活力剤の使用でさらに自動回復量がアップ。ここにあれやあれをつけたら、超速再生が可能なんじゃないかな。というわけで早速装備紹介です。今回注目していただきたいのは回復速度プラス2と SP 延長。錬金スタイルの最大のメリットでもある、SP 持続時間を伸ばし、なおかつ被弾で受けた赤ゲージも回復速度スキルで補う、という隙のない構成です。気絶無効は何のために入れてるの？今回は被弾しても気合で直せや、っていう企画なんだけど、さすがに気絶したら再生が間に合わないので、仕方なくつけた感じですね。あと超速再生というからにはもちろん、おぞましい回復の仕方をします。なので回復アイテムは使いません。被弾しても薬草すら飲まずにひたすら特攻し続ける体を作る。それが今回の目標、目標だ。では初陣に参りたいと思います。この装備赤ゲージの回復の方が圧倒的に早いので、どう思うかモンスターとの相性がいいです。で、やはりホムンクルスの相手はエドがいいな、と感じたので、今回はエドに似てる人王が見つかっていきますよ。呼吸する以外の共通点なくね。金髪、あ、そっか。というわけでこれからこれで錬成をするので5分待ってね。お前まさかそれ。北の炭鉱で、キンブリーに見捨てられた時に拾った。賢者の石。お、これが賢者の石。素晴らしい力だ。あっぱかお前そういう使い方したらお前。で、さっきまで5分待ったのかというと、錬金スタイルの自動回復は SP 状態にならないと発動できないんです。今回使う錬金活力剤、錬金フェイルの肉を作ればその状態にはなれるんですけど、そこまでに5分かかるっていう、要はレジギガスみたいなスタイルなんです。錬金って、だからと、その前にさ、何か言うことあるだろ？マジでごめん。まあそんなわけで、本気を出すのに時間がかかる錬金ですが、実際使ってみると弱くはないんですよね。錬金できるアイテムは一部強いし、SP 状態4まで到達すれば、これだけのバフを一気にかけることが可能。何よりこれを味方全員に付与できるというのは、このスタイルにしかないメリットです。確かに強そうだな。今のとこ弱い部分が見当たらないし、なんでこのスタイルに低いんだろ。このスタイルのデメリットや使いづらさについては挙げるとキリがないから、また別の使いに紹介したいなと思います。さて、別の話を長々としてしまいましたが、ここでホムンクルスの超速再生の一端をお見せしましょう。みるみるうちに傷が、塞がっていく。恐ろしい回復速度、俺でなきゃり逃しちゃうね。それもそのはず、今回は活力剤、回復速度足す2の重複によって、赤ゲージの回復速度がなんと8倍に、さらに錬金活力剤、SP 状態3の効果で自動回復。回復薬なんてただの緑色の液体、とても言いたいかのようなこの回復力なら当然、この程度のダメージは3秒で治癒し、寝せと装備には痛い雷属性の攻撃も、10秒で全開まで持っていくという防御です。でも20秒って微妙だな。回復薬 G2 個飲んだ方が早くない？いやいや、かなり大きな暇のできるアキラと違って、攻撃しながら回復できるのがこちらの強みだよ。しかもこれ本気の再生力じゃないんですよ。本気出すとこんな感じ。自分は狩猟笛うまく使えないし、ヒールゲインも重さの関係で今回リストラしたけど、興味のある方はぜひ体験してみてほしいです。違うゲームをやっている気分になれますよ。って言っても実戦では8倍あれば十分なので、おぬぬめはできませんけどね。意味のない検証ありがとう。やかましいわ。あとね、この超再生装備にはとても大きな欠陥があるんですよ。マリサ氏、このアンサーがわかるかい？そうだな。やっぱアイテム頼りの仮になってるし、討伐まで時間がかかるみたいなところじゃないか？ちってめえ張り倒すぞ。はい、この装備当然ながら火力が全く足りません。モンハンって基本的に早く倒した方が色々と旨味があるので、モンスターを絶滅まで追い込めるようなハンターさんにはただの地雷装備です。だからこの装備の使い道としては、どう思うかにソロでどうしても勝てないっていう、新規のハンターさんにぜひおぬぬめしたいですね。スキルも難しいものがないですし、火力は前述の通りお粗末ですが、どう思うかにも安定して勝てそうですよ。ほぼ多分おそらく多分 100%。 それ 100% じゃないんだよ多分。さて、次はこの装備ととても相性のいい炭素効果を使っていくぜ。今から解説すんのか、最初に同時にやった方が良かったんじゃない？いや、グリードは再生と効果は同時にできないからさ。変なとこで原作を再現するな。見るがいい？最強の盾とはこういうものだ。ちょっとやそっとじゃ傷一つつけられねえぞ。最強の盾だって。そう、
なんと硬化中は再生が間に合っちゃうんですよ。気絶も無効なので、脳死で殴っていても大丈夫という、まさに最強の盾と最強の盾を割って2で割ったような強さ。いや、減ってる減ってる。でもここまでの回復量だとは、自分は今まで錬金スタイルは弱いと思ってたけど、お前は違ったんだな。いち早くこのスタイルの可能性に気づいてたんだろ。そうだっぴ、声ちっちゃくなってますよ。もしかしてこのスタイル、可能性があるとは言えない？あれか、硬化中の解説で間に合うっていう表現してたけど、逆に言えば普段間に合わないってことか？そうなんだよね。30秒に1回くらいの被弾なら全然間に合うんだけど、さすがに立て続けに痛いのをもらうと、思想がはっきりと浮かんできちゃうんです。だからこの装備を使うにしても、被弾をできるだけ避ける気持ちだけは、忘れないでくださいね。でも硬化中はゴリ押しでも全然間に合いますよ。発動するのでもう一度見ておくれ、最強の盾と呼ばれた硬化能力。今何か見えたか？仮技キャンセルされる下手クソが見えたよ。重くと見られてた。でも多分もう再生力と効果については十分再現できたと思うので、最後はホムンクルスらしく、圧倒的な力でねじ伏せようかな。最初に火力でないとか言ってたのに？あれは嘘だ。実は錬金スタイルには一つだけ、飛び切り強そうなものがあるんだよ。錬金スタイルの火力が控えめなのも、おそらくこのアイテムがあるからだと思う。そんなバランス壊しかねないアイテムが作れるのか？錬金は、にわかには信じがたいな。見せてくれ、そのアイテムの威力を。任せてくれ、絶対にこれで決めてみせるからよ。よし。じゃあぶち込んでやるぜ。お願いします。浄化などと生優しいことは言わない。消える。倒すのに30分はかかりすぎでしょ。いや本当に火力が出ないなこの装備。まあ自分が脳死で殴ってたのが 100% 悪いと思うけどね。というわけで今回はホムンクルス再現タス錬金活用法でした。次回はワンパン動画を撮りますので、スマホのイヤホンの穴のホコリを取るぐらいお暇があったら見ていただけると嬉しいです。ではでは。